ばんは。2月2月もよろしくお願いします。こんばんは。すごいなんか降ってきた。よろー、うん、すごいなんか2月になってギフトがちょっと新しくなってるのかな。すごい見たことないやつが、豆みたいなのが降ってきてる。豆なのか落花生なのか。ランダムメール終わってよかったね。そうなんですよ、ランダムメールが私始まってるの知らなくて、始まったって思ってたらもう終わってたこれ落花生か、いいね。明日？明日だっけ節分。てっきりツインテールかと。今日ツインテールの日なんですね。自分ツインテールの写真探したけどツインテールなかった。思えば私ツインテールにするのするって決めてるのは卒業ライブの時だけだからマジで写真がない。でもツインテールできるぐらいの長さはある。ツインテールの日が僕の誕生日なんです。おめでとう。僕の好きな最強ツインテール似合いすぎてキュンシする。なんで二つに結んだの男たちは悪いだけ。恵方巻き食べる。食べようか迷ってる。でもちょっと最近さ2月ちょっと食生活気をつけてて、あんまりそんないっぱい食べたくはないなって気持ちもある恵方巻き、うん、なんか今までは去年がやばかったんですよ確か。去年がなんかやっぱこの時期ってどうしてもちょっと売り切れちゃう恵方巻きが。だから去年は探しに探し回ってなかったからカステラを食べたんですけど、でっかいあれはねなかなかあんま良くない、良くないことでしたので、ちょっとね最近は気をつけてるからあんまり、ね、丸ごとっていうよりかは、あれってでも切れた恵方巻きじゃダメなのかな。恵方巻きっていうか巻き寿司、半分ぐらいがいいな。うん、ちょっとまだ食べるか未定です。買えたら買おうかなって感じ。明日2月3日はちなみに、あれ明日2月3日、2月3日はイモステレビ放送日です。ちなみにちなみに、家に帰った恵方巻きが食べやすいサイズに切られてました。なんだかんだやっぱ切ってる恵方巻きが一番食べやすいですよね。恵方巻きの中身カスタムしたい。わかる。私ね恵方巻きってさなんか一個食べれないのとかが入ってたりするから結構選ぶの大変。うん、あのピンクのでんぷんとかもあんまり好きじゃない。きゅうりも好きじゃないからすごいねあの選ぶ。いやなんだかんだやっぱ鉄火巻きぐらいが一番いいんですよね。ネギトロ巻きとか。そう私あるある。ちょっと探してみます。お仕事明日でもシースピカ、そうシースピカのイベントもあるんで、どうだろう来られる方いるのかな
でも何人か行くよって人もいたから、明日は一緒に船旅楽しみましょう。もう行くよって人もいたから多分いるのかな。船久しぶりに乗ってきます。本当に久しぶり。あ、行きます。いいね、楽しもう。そう、平日広島前泊してます。おいいね、準備万端。 STU5 以来、多分いつ以来だろう。船多分 STU5 以来かな。そう、船であるところまでこう往復で、でなんか皆さん、ファンの皆さんとトークしながらクルーズするというマジで STU ならではすぎるイベントがあります。明日は楽しみにしています。よろしゅうよろしゅう。手話を勉強しようと思いまして、最近ね、でもね独学なんですよ。でも独学ってあんま良くないんですよね、手話って。で聞くんですけど、電波弱い。嘘、大丈夫ですかね、電波があんまり良くない。そう、手話時々止まる。そう、なぜに手話、なんかオンラインお話し会とか放課後ホームルームとかで、私のファンの方で耳が聞こえない方がいらっしゃるんですよ。でいつもその人とは筆談でやってたんですけど、筆談ってめっちゃ時間かかるから、しかもねその人だけじゃないじゃないですか多分今後ね。なんでちょっと私がちょっと習うっていうか、ちょっとでも勉強しようと思って最近頑張って覚えてます。でもあんまりなんか独学でやるとこう通じないみたいな言われたから、本当はねちゃんと習いに行きたいなと思うんですけど。でも自分の名前は指文字で練習しました。おきゆうかと言います。指文字、名前は指文字で他が手話なんですけど、私の名前はおきゆうかと言います。あなたの名前は何ですか。ここまでは覚えたんですけど、でもこれが通じるのか分かんなくて、そう、皆さんこんばんはってこんにちは、おはようございます、ありがとう、なんだっけ、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。っていうの覚えたんですけど難しいですね。基本は YouTube となんかアプリ、指文字のアプリっていうやつがあって、それで覚えようとしてるんですけど、なかなか今月はちょっとそれを頑張ろうかなって思います。メンバーにできる子いないの、どうだろう、みかにゃんとかが手話
できるって言ってたけど、 STU はどうだろう、わかんないな。STU でもみんな、なんか小学校の時に私も手話なんか習ってたからちょっとはわかるんだけど、でもそんなに常用してなかったから、ちょっとわかんないかもしれない。ミカニャンは手話めっちゃできますね。シリスピカのおやつはいくらまでですか？500円まで。前小学生ぐらいの時に、なんだっけ、ビリーブの手話を習ったんですけど、ちょっともう途中ぐらいまでしか覚えてない。どんなだっけ、例えば君が傷ついて、あ違う、君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕がそばにいて支えてあげるよその方を。でもこれちょっと記憶が昔すぎてちょっと覚えてるか、昔かもしれない、ちょっと違うかもしれない。なんか小学生の時は習ったんですけど、ビリーブはどうだったかな、なんか右手と忘れちゃった。 STU の曲とかね、手話でできたらいいね。ちなみに瀬戸内はこう、あのちょっと両手だと分かんない私、 歌で手話の曲があって、瀬戸内3人横、で瀬戸内みたいなのは振りであるんだけど、本当かな、なんか感じないよね確か。手の甲、これ何なんだ、手話なのかな、指文字なのかな。そう、瀬戸内の妹はね、瀬戸内の妹、幸せで、瀬戸内の花嫁、ふるさとみたいな手話の曲なんだけど、ちょっと忘れちゃった、涙ちょっとね、今月は手話をいっぱい覚えて、その人に限らずね、まあ、オンライン話し会で話せたらいいなって思います。通じるかな、どうだろう、もうなんかあんまり独学でやってもあんま意味ないらしいから、実践しないとあんまりダメらしいんだけど、もうちょっととりあえずはねとりあえずは隙間時間に、私の名前は O が、これがローマ字の O で、木が狐の木で、湯がこれがなんか湯気を表してるから湯なのかな、湯で、これが うはローマ字のこの U で、かが K で、大きい、ゆかって、なんか指文字だとそうなってた。とりあえず、自分の名前だけ。大きいポは、ポちょっとわかんない。ポはわかんないですね。なんか一個一個由来があるらしい、ちょっと勉強でございます、頑張ります。あと今日は
3月にある朗読劇の稽古してきました。結構長くやってきた。6時から9時ぐらいまで3時間ぐらい稽古やってきました。前回朗読劇もあったんですけど、前回より結構話が増えてて、ストーリーが、しかももう前まではわりかしそんなになんか演出家さんとかがついてたわけじゃないんですけど、今回は演出家の方とかがついてくださることになって、めっちゃ細かく指導していただけるので楽しみにしていてください。埼玉であるんですけど、今日6人全員でやってきました。そう、結構グレードアップして、だから前回見てる人でも多分また楽しめるんじゃないかなと、新しくね楽しめるんじゃないかなと思います。よろしゅうよろしゅう。初埼玉、そう埼玉、所沢初めて行ったことないんですよ。配信はどうだろう、ないのかな。でも2回公演ですね。公演って言ったらいいのか、2回朗読劇ってなんて言うんだろう所沢、埼玉の知識本当に飛んで、埼玉見てるぐらいなんですよね。楽しみなかなか行かないぜ、東京ならまだしも。北海道ドラさんの余韻終わっちゃった。いや終わってない。特に札幌はもう毎晩見返してます、 DMM で、札幌楽しかったなーって。北海道の余韻が DMM で公開中です。一人ごとで語るくらいならば、ドラさんは逆になんかあんまり見てないかも。なんでだろう、めっちゃ当事者なのに。ドラさんの公演で DMM にアーカイブで残って見たのはゆらちゃんのビデオレターちょっとあれをすぐにちょっと見返したくて、あれは見たんだけど、なんかねちょっと恥ずかしくてあんまり見れてないかも、ライブとか。ゆらちゃんのビデオレターだけはすぐに、DMM になった瞬間してみました。札幌はもう最初から最後までずっと余すとこなく見てるゆらちゃんはちょっと面白かった。 YouTuber が出てましたね。現実に僕は立ち向かおう、またやりたいね、ドラさんの汗取り替えて。定期公演化すれば嬉しい。いけるかな。ソラハが泣くとこに感動する。ソラハでもなんかちょっとよくわからないとこで泣いてたよねちょっと面白かったな。MC で泣いてるのがちょっと可愛かったですね。ゆらちゃんの編集すごいビデオレターを見た後にちょっと泣いてたから
ちょっと面白かった。あれはすごかった。なんかジョラさん楽しかった。いや、そう言ってもらえてめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ソラハ類戦弱いよね。でもソラハプライベートじゃ本当に泣かない強い子なんですよ。モンチであんま見たことないんですけど、多分そういうなんか自分のことっていうよりかはなんかファンの人とかメンバーに関してよく泣くって感じ、イメージ。自分のことではあんま泣かない。全然あんまり見たことない。あんま表に出さないっていうか、うん、すごいすごい子なんですよ。ならが頭から離れない。みきちゃんは泣くの？私ね、なんか二十歳超えてからそこまで泣かなくなった。いい意味で。ギフトありがとう。なんだろう。なんか泣きたい時にちょっと、もう絶対泣ける確定アニメ見て泣くぐらいか。そんなに日常生活ではあんまり泣いてないかも。まあちょっと一人で転んだ時は22歳になってめっちゃ泣きそうになった、痛くて。ドラさんだと誰がよく泣いてる？泣いてないみんな。みんな泣いてない。マジで表じゃ誰も泣かない本当に。強いて言うなら、こうソラハがこうステージ上とかでなんかこう感動的なことがあった時に泣いてるぐらいで、本当に泣いてないかも。みんな泣いてない、ドラさんイベみんな最初からうるうるしてるように見えたよ。本当に？あ、でもちょっとロードスとかはちょっと泣きそうになったかもね。メンバーでよく泣くのは、メンバーでよく泣くのは誰だろう。メンバーでよく泣くの、生誕祭とかだって生誕祭とかで泣くのは、泣きがちなのはみなみさんとかかな。そんななんかプライベートで泣いてるメンバーはあんまいないかも。ないかな。プライベートでそんなワンワンしてるメンバーはいないかな。私も生誕はね、ちょっと手紙とかによっては泣いちゃうかも。私ね、一番泣いたの、最近で一番泣いた生誕祭はね、アリちゃんさんだったかも。アリちゃんさんの生誕祭のアリちゃんさんの言葉はちょっときましたね。グッってなってた。ボロボロボロって、もうあの若い子の頑張ってる姿に感動して泣いてるみたいな感じだったけど、プライベートではそんなにかな。自分のじゃない、自分の生誕祭は全然泣かなかったかもしれない。もう晴れやかに晴れやかにやらせていただきましたね。私も若い、そうなんや、若いんだけどもさらにこう若さ段階のね、段階がね、かな。
こんばんは。2月ですね。ね、2月ですね。おばあちゃんの手紙でうるうるしてた。おばあちゃんね、おばあちゃん、おばあちゃんなんか最近もまた手紙が届いたんですけど、たまによくわかんない。おばあちゃんすごいね、なんだろう、いいおばあちゃんなんですけど、なんかいろんなものを送ってくれるんですよ。でこの最近ね、なんかあの LINE が来て、おばあちゃんからなんか宮沢賢治の小説を送りますみたいな、童話だけど人生において必要な話だと思うので読んでおいた方がいいですよって言われて、今度私の家に宮沢賢治の本が届きます。よくなんか来ますね、急になんか来るんですよ。何が来るか予想してるんです、宮沢賢治のいろいろあるぞって思って。何が来るだろう、銀河鉄道の夜かな、カンパネルラ来るかな。本当になんか不思議なおばあちゃんでございます。やばい、もう頭から消えない、独り言で語るくらいならが消えない。チーズピカのイベント参加します、よろしくね、よろしく。なんか札幌のツアーの DMM 見てて思ったんですけど、めっちゃさカメラが1台しかないから、すごい結構引きが多いっていうか、サビとかこうなんだろう、カメラ割りがないからさ、こういうさ、なんかスライド式方式でさ、私めっちゃさ、なんかその引きで映った時に独り言で語るくらいならのね、あ、こういう人であるじゃないですか、なんか手くるくる回してるやつ、あの時のね、足を最近こうつま先をトントン系になんか変わったんですよ、振りが。最近メンバーたちの中で揃えようってなって、これが足だとしたらつま先でトン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 みたいな、この手と同時にトン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 みたいな、私もそれを気をつけてたのに DMM で見たら足ずっと浮いてて、なんかすごい片足だけで頑張って立って、あの出してる足をちょっとこう地面につかずにトン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 ってしてて、なんでこんな一人だけなんか地面じゃないところやってんやろうって、ちょっと見てみてください、気づく人いるかな。私はすごいね、それがね気になってね、はぁって、ちょっとやらかしたと思いながら反省してました。そう、浮いてた。そこばっか見てるから、すごいここの歌がめっちゃ頭に残ってるんだろうな。あなたまま何かしよう、見えるものに限りがある、答えさえ出すだけじゃん。
見てみてください。楽しみにして直してみますね。ぜひぜひお暇があるときに。もう今日色がないな、顔にリップ塗ろう。トゥーシューズ履かんと。いや本当に、あ、顔に色がない。パッパッパッ、黒着てるからかな、なんか白飛びしてる。ツインテールの日、ツインテールじゃないんです。髪だいぶ伸びたかな、だいぶ伸びたっていうか後ろ自体もかも変わってないけど。黒ぽ、白です。その下、今日はちょっと稽古だけだったんで、ゆるゆるでゆるゆるで行かせてもらってます。なんでツインテールせえへんの。ツインテールは卒業の時にするって決めてるんですよ。卒業ライブでするっていう、まあ卒業ライブじゃない時もたまにしてるんですけど、結構ね、あの出現率低めなんです、実は。なんで楽しみにしててください。はっ、ツインテール見れるんだ。悲しい気持ちになった、おきちゃんが卒業するってなって悲しい気持ちになった時は、いや待てよって、逆算し、答えを逆に逆転してみてください。待てよって、ツインテールが見れるってことじゃないのかって、発想の逆転を。でもあのたまに普通にしてる時あります。この間のクリスマスコンサートは久しぶりにちょっとお下げしました。でも本当に髪型、なんかそのお仕事、こうツインテールでって決められた以外の、まあ、公演とか自分が決める中でツインテールしたのは多分2回くらいしかない、うん、かな。本当に全然、ハーフツインとかあったかもしれないけど、二つ結びとツインテールの違い、二つ結びは下でツインテールはこうちょっと高め、一定の高さ、耳か、耳まで、耳横ぐらいいったらそれはもうツインテール、くる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 ツインテール。そう、本当にね全然してないんですよ。4年でもう片手数えるぐらい、うん、いつか見れる日を楽しみにしていてください。ポニーテールの二刀流。ポニーテールの二刀流、それはあの言葉を考え変えただけで、いわゆるツインテールってやつですね。汗汗。ペイペイ使ってる。全額返還ガチャ当たった。当たらなかった。今ねペイペイでなんか宝くじみたいなやってるんですよ。
ペイペイで宝くじみたいな。当たらない。今日めっちゃペイペイ頑張って使ったのに全然当たらなかった。ペイ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 、ダメでした。そう、最近現金支払いばっかしてたんだけど、頑張って使うもんちゃう、それはそう。ハマってる、まんまと。確かに頑張って使った。ペイ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 大好き女だから。でもね、あ、これあるあるだと思うんですけど、ペイ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 愛用者あるあるだと思うんですけど、ペイペイを使って買い物してたら、ペイペイって言うの恥ずかしいんですよ。何でもそうなんだけど、クイックペイとかでもそうなんだけど、特になんかペイペイが一番なんかこう声質的にちょっと響くんですよ、店内で。だからペイペイって言う前にこうアプリを閉じるんですよ、決済した瞬間にピッてしてペッペッぐらいで閉じるんですよ。そしたらコンビニとかで次に使う時にペイペイ開いた瞬間に、前のお会計のペイペイが違うレジとかに並んでる時にペイペイって急にさなるんですよ。それがね、ああやばいみたいな、なっちゃったみたいな時ありますね。その前回の引き続きのペイペイが、そうだから会計してないのにレジで並んでる時にペイペイってなって、ちょっと後ろの人と前の人の視線が痛いみたいな、あれどうしたらいいんだろう、ペイペイって。でもね、消したいわけじゃないんよ、やっぱあのペイペイの音を聞かないとね、支払った感がないからいいんだけど、うん、なんかね、たまにね、和音もそう、和音か、和音、和音、クイックペイ。ペイペイのさ支払いの音とさ、 LINE の通知音のあの高めの LINE って一緒ですよね、兄弟ですよね多分。あれめっちゃ一緒の声質してる、ペイペイ LINE、 あの2つマジで兄弟。クイックペイはちょっと低い、電子音感がすごい、クイックペイクイックペイ、むずいわ。兄弟かもしれない、機械音声意外と好きやろ。機械音声、好きかも。好きかも。他になんかあるかな。なんだろう、あの TikTok のなんだろう、音声入力ソフトの声とか好きなんですよ。なんて言ったらいいのか伝わらないんだけど、すごい可愛い女の子の声。あれのモノマネやってみたい。TikTok とかによくあるやつ。ゆっくりゆっくりしていってね。
でもこんなんじゃない TikTok は。 もっとこう TikTok はねマジで人間の声やっていくみたいな、なんとかなんとかこれも買っていく。私もあれやってみたいもん。 TikTok 撮ったことないからあれだけど私もあれやりたい。似てる本当に雰囲気、雰囲気雰囲気。もう一回遊べるドンとかも好きそう。もう一回遊べるドンはまた違う。それドンちゃんも恋じゃん。それは違う。それはただのドンちゃんの声だ。曲を選ぶドン。ドドン。フルコンボ。十コンボ。でんだ。ドド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 。懐かしい。全然最近やってない。いけます。太鼓の達人上手い人たまにいるね。マイバチ持ってるよね。私は全然上手くないです。鬼滅で売ってる刀のように、おきちゃん百種の小襟の何かが欲しい。何に使うの？使い勝手あるかな。 LINE スタンプとか発売したいな。ボイス入りの、うん、撮りたいな。友達がさ自分の LINE スタンプ作っててさ、なんか身内乗りみたいな、身内ネタみたいな、なんか友達と友達の友達が作ってて、なんかさ友達の友達は私は知らないからあれなんだけど、なんかその5人ぐらいの写真のなんか LINE スタンプなんか作ってて、でその私のなんか知ってる友達だけ欲しいけど、それを買うとなんか私の知らない4人ぐらいの写真もついてくるからちょっと買ってない。本当はその子のスタンプだけ買ってその子に送りたいけど、そのスタンプを買ってしまうとあの知らない私の知らない後の4人がついてくるから、うん、強制で。あでも審査めっちゃ厳しいらしい LINE のスタンプは。LINE スタンプ欲しいね。儲かるのかな。なんか LINE のスタンプってなんとなくだけどそんなに収益もらえないイメージある。あれって結構わかんない、クリエイターさん、企業とかは知らないけどクリエイターさんとかってわりかし結構自己満足的にやってるイメージがあるんだけど、どうなんだろう。
私でも結構一時 LINE スタンプ月額会員になってたから、何でもスタンプ取り放題の時があって、もうその時はねもうバチバチにいろんなの取ってましたね。めちゃくちゃもうこんなん使うっていう用途のやつとかも撮ってましたね一時。46分、もうちょっとやな。私が最近よく使ってるのはおにぎりがなんか痩せたいって言ってるスタンプをよく使ってます。もうでっぷりしたおにぎりが痩せたいって言ってるイラストのスタンプをよく使ってます。なんて名前なんだあれ。おにぎりのスタンプ使ってます。可愛いんですよ。あとはバリーさんかな。どういう時に使う。普通に会話の中では痩せたいなと思った時のおにぎりポンって。パン派です。私もパン派。最近は朝はあんなにおにぎり好きだった。スタンプ何種類持ってますか。スタンプはなんか一時もうやばい時はめちゃくちゃ持ってたんですけど、今はそんなに持ってないですね。うん。で無料の含めて6個ぐらい。もう本当にめちゃくちゃ少ない今は。なんかそもそもそんなにスタンプも送らないかも。ミッフィーとバリーさんとおにぎり、あと STU のやつかな。デザイン買ってる。デザイン着せ替えかな。着せ替え買ってる。着せ替えはなんかなんだろう、花なんだけど、花の着せ替えなんだけど、なんかすごいこじゃれた名前、小さな幸せみたいな、なんかそういう感じのなんかいい感じの名前の着せ替えにしてましたね。なんだったかな、ちょっと名前忘れた。今日すごいこじゃれてる。ちょっと朝とかにね着せ替え買っちゃうとそういう名前のやつ買っちゃいますね。こじゃれたやつ買っちゃいます。可愛らしい感じ。そろそろ変えたいな。そう、朝のテンション、詩人モードを朝まで引きずった時の早朝の時に買っちゃいますね。正気じゃない。そんな私寝起きで買ってるわけじゃないから、そんな寝起きからそんな爽やかじゃないんでね。詩人モードを引きずってから買ったらそうなりましたね。でも普通に可愛くて愛用してます。うん、私の LINE 事情。よく LINE 変えてるからなんか登録し忘れてデータ全部なくなったりとかよくあります。大変。最近はデータの引き継ぎをしてるんで、消された分なかったらもうめっちゃスタンプあったんだけど、今は全然ないですね。やるせない孤独の時、泣き言誰に言えばいい、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。
よく変えるもんなんかな。今はそんなに変えないけど、昔は結構頻繁に LINE のアカウント変えてたから。もう外部とのもうすごいね、あのなんだろう、よ捨て人になりたい時期みたいな10代の頃は結構あったんで、その時はよく消してましたけど、まあ、20歳超えてからあんまりそういうことはなくなったかな。一回ちょっとね、10代の頃はもうよ捨て人期間が何回かありましたけど、そういう時にもう全部消すみたいな、リセットリセットってしてたけど、もうだから私の携帯の電話番号を知ってるマネージャーさんからしか、次の日の予定が来るだけの連絡みたいな時とかもあったけど、今はわりかし普通にフランクにみんなと連絡取ってますね。そういう捨て人だったんですよ懐かしいです。52分だ、早いね。明日は節分だ。そろそろ壇上読もうかな。もうちょっとしたら読もう。早い。2月もよろしくお願いします。そうだね、明日ラジオもあるし、足筋とイモンステレビ、瀬戸チャレもか、木曜日めっちゃあるね。よろしくお願いします。こちらこそ。瀬戸チャレ、足筋、イモステレビ、そしてシースピカ。明日はシナノさん珍しく恵方巻き大食いしないそうです。ソロハめっちゃ今ダイエットしててめっちゃ痩せてるからね、さすがにしないんじゃないか。去年は2本ぐらい3本ぐらい食べてたけど、ソロハ最近ロカボパンばっか食べてるから、毎回言ってくる、ローソン行かへんってローソン行かへんゆうかちゃんって言ってくる。それに影響されて私もロカボパン買っちゃったもんダメだ、すぐ影響される。すごい、あんな美味しいのに糖質とか、あんなに甘いのに他のパンよりも数値が低いって、すごいね。なんかもう最近の現代即帰しました。アーシャの時期だから確かにいつ撮るのか分かんないけど、でもそろそろ来そうだからちょっと身構えとかねば。新制服がってことはそろそろ作られるのかな。今年の制服はどんな制服か楽しみです。うん、どんな制服かなって色とか、前が水色で、で今が白で、次は何だろう、そろそろじゃあ壇上を読みたいと思います。13位から読みます。13位が森健銀河さん、12位がおいでます元気さん、11位が松さん、10位がザックさん、9位が白熊さん、8位がジリーさん、7位が市下さん、6位がとりあえずルービーさん、5位がマッカさん、4位がペルさんでした。13位会までの皆さんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がシオさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけで配信を見てくださりありがとうございました。そろそろ2月2日も終わりますね。でツインテールの日って私2月22かと思ってたけど、2月2日か。そっか、なんだっけ、2月22もなんかあったような気がする。ありがとうございました。今月も一緒に頑張りましょう。すごい、思ったけど
こう猫が鍋に入ってるやつかわいいね。猫鍋、鍋猫、にゃん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 、チャラチャチャチャラチャチャチャラチャ、何のギフトかわかんないけどかわいい。だから猫が鍋に入ってんのか、かわよい。お鍋食べたくなってきた。明日もまた頑張りましょう。なんか電波悪いみたいですね今日。大丈夫かな、見えてるかな。めっちゃ止まるって言われてる。見えますか、電波が悪い。おやすみ。止まる、重い、最後の最後に重いのか。バイバイ。なんでだろう、 Wi-Fi 切ってるんだけどな。配信ありがとう。こちらこそありがとうございました。すごい電波悪いのに見てくださって。明日はシースピカのイベント、平日なんですけども、来られる方は気をつけてください。お待ちしております。ありがとうございました。バイバイ、ありがとう。おやすみ。バイバイ。混ざってきた。混ざってんのかな。ありがとう。健康に気をつけて。健康に気をつけます。ありがとうございました。切れるかな、これ勝手に。おやすみなさい。バイバーイ。また明日。